もしもーし。はじめまして。ありがとう。ちわー、ソロライブに来てお会いしまーす。お願いします。やー、お願いします。イエーイ。イエーイ。ひまちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。よかった。もうすごい。もういつも一人でやってるから誘ってもらえて超嬉しかったです。配信で一人なの見た。ちょっとそれ聞いちゃうからひまちゃん。キンバリーにして、うん、来ました来ました。あ、来た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 。キンバリーってさ、珍しいよね、はい、マジでランクマッチしかやってないんで、うん、村っていう概念があるってことを最近リスナーの人から教えてもらって、なんかあのあ、そうなんだ、うん、村とかあるんだみたいな、なんかみんな村の中でやってるんだみたいな、まあ、そうだね、村の中で切磋琢磨してるけど、あ、じゃあ一旦まだあれ公園ぐらいか、一人で公園にいる感じ。いや、むしろ、うん、山っすね。もうずっと一人で山奥いるみたいな。山奥、仙人か。はい、あの仙人って呼ばれてます。ほんまかいな。すごい、通話しながら久しぶりに人とやる。人とだぞ。嬉しい。強い、なんか強いぞ。お願いします。うわー、喋ってる人と違う感じする。これ本当はプロみたいなやつじゃない、これ。いや、違います、違います。でも本当に嬉しい。人と喜んでるんだよ。それ聞いちゃってますね、今メンタルに。聞いてるよ。それ聞いてます。うん、あ、聞いちゃった？聞いて。ちょっとやっぱ、でも大丈夫だよ。これからやろうよ、やろうよ。友達だよ。え、いいっすか？いいよ、いいよ、全然。あと一撃、あと一撃。やめて、やめて、今だ。ほら。嬉しい、誘ってもらえて。え、嬉しい、こっちも。なんかソーセージのやつとか教えてよ。え、いいんすか。二次三次で大会開いてもらいたくて。ちょっとすいません、あのストロークやってる時何にも考え、あ、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと何にも考えて喋ってるんで、あの無理だったら無理って言ってくださいね。いや、全然いいよ、全然いい、全然いい、全然いい。しまちゃん、そんな簡単にいいとか言ったら。え、なんで、なんかウィンナーのゲームあれなの。よくないの。いや、いいっすよ。大会、え、ソーセージ大会。ソーセージ大会、ぜひ。じゃあこれ、負けたらソーセージ大会、アットエブリワンで。おい、マジっすか。ちょっと、え、ちょっと、マジで、いいっすか、ちょっと。うん、いいよ、いいよ、いいよ。あれも一体で、あれでしょ、登録と似たような感じでしょ。いや、そうなんすよ。そうだよね。あれやってると、読み合い強くなるんで、いいっすよ。じゃあ、スバルちゃんがマスター言ってるのってソーセージのおかげみたいな。いや、マジでこれ、損得なしにガチソーセージのおかげっす、うん、そうだったんだ。やっぱソーセージだったんだ。ソーセージ…ソーセージマスターか。やべえ、俺のソーセージ屋の道が俺はソーセージ屋の道が途絶える。ここで死ぬわけにはいかない。俺はソーセージ。ソーセージが村じゃなくて公園になってしまうぞ、このままじゃ。これはまずい。ワールドソーセージはないぞ。ちょ、マジで一回喋んなくなっていいですか。いいよ。いや、マリーザガチ強いっすよ。そう、強いんだよ。パワーがさ、怖いでしょ、だって。いや、マジ、あ、やばい。いいよ。おめでとう。おー、うわ、ソーセージになる。うわ、やばい。ちょっと配信乗っちゃったってこともあって、すいませんけど、まあ、ちょっと現地取られたってことですよね。これソーセージ現地取られたってことだよね。ひまちゃんすごく強いから、うん、ソーセージレジェンドやってもっとストローク強くなれると思います。ありがとうございます。ソーセージ広めときます。お願いします。なんか大会あったら、じゃあなんか来てください、実況かなんか。
の、はい、女子大会やるんで、ソーセージ女子大会。ソーセージ女子大会、全然、もうあの、あ、もう任せてください、ちょっと。はい、どうもー、どうもー、ドグラです。ドグラさん、はい、なんか、さすがにやっぱレジェンドズなんで、レジェンドズなんで、なんかハンデ背負ってほしいなっていう、やっぱ。あ、じゃあランダム行きましょうか、僕。あ、いいですか？いいですよ、じゃあランダム、キャラランダムで。あ、わかりました、わかりました。ちなみに、あの、ドグラさんの、はい、苦手なキャラみたいないないと思うんですけど、言うなら誰なんですか？使えないキャラですか？使えないキャラっていないですよね、多分。いや、全然いますよ。え、そうなんですか？え、それこそ JP とか多分使えないですよ、僕。マリーナとかも使えないし、え、プロはもう全部ほぼ使えるのかなって思ってた。いやいや、幻想、幻想です。幻想、幻想です。幻想なんだ。そうあってほしいなってみんなに思われるけど、いや別にそんなことはないみたいな。あー、ごめんなさい、使います。うわー、じゃ一回味わってみますね。はい、うわ、そんな色のやついるんだっていうか、カラーバリエーション着ぐるみなんすよ。ダメですよ。ダメですか？ドクラパンチ。パンチされた。うわっ、うわ、それプロのよくやるやつじゃないですか。あ、ミスミスえ、ミスったんだ今。ミスったんだ。うわうわ、食べるな食べるな。うわ、それ削られるやつだ。投げたー。うわー、もうもうなんか、ドグラさん、次の試合なんかダジャレ3個ぐらい言ってください、試合中に。もうそこにダジャレ3個、いや、じゃあもう一回キャラ引き直しますわ、これで。引き直して、もう、はい、やめようかな、ストローク、もう。いや、違う、もう泣きそう。さすがに、それは俺のせいじゃない。あの、カプコンが悪い。これは、これは、これは、あー、まあ、まあぐらい。じゃあもうこの試合中にドグラさんがダジャレ2個言わないと負けね。OK です。布団が吹っ飛んだ、猫が寝込んだ、はい、うわ、最低。こんな子供じみたねダジャレは良くないですよ。マリオが土管にはまりよったぐらいじゃないと許せません。どういうことそれダジャレ？ダジャレ？ダジャレですよ、よく感じてくださいよ。マリオが土管にはまりよったですよ。あ、ほんまや、はまりよったか。関西弁もナイスやめてよ。ナイスユーモア、ナイスユーモア。うわ、シュートスペシャルが打てなかった。ほう、ほら、お、知ってる。うわ、そうなんです、実は大会で。うわうわ、もうドラさん何でも使えるやん。もうボタン1個とかにして、いやいやいや、ボタンレスにしてください。じゃあ今すぐボタンレス。ボタン1個ないと絶対勝てないんですけど。こっちだよ、こっちだよ。うわ、1ミリだったのに。なんかもうちょっと、うん、もうちょっとハンデくださいよ。あ、オッケー、じゃあ、うん、ランダムプラスボタン1個。あ、いいいい、それでいきましょう、うん、使うボタンはキャラ見て、あの、決めますわ。わかりました。ねえ、あ、ボタン1個か。あ、待って、これマジで使えないかも。しかもモダンなんやけど。え、でもボタン1個なんてモダンでも関係ないんじゃないですか。え、何しよう。え、じゃあ今日だけ、今日ボタンだけ。わかりました。これね、あ、これね、いや、さすがに負けませんよ。よしよしよし、やばい、いったー、負けない。危ない、もう全然必死。痛い、めっくりやめて。ほら、いっからな、ほらボタン、ボタン1個でやったやっとじゃん。はい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 、インパクトマジでやばい。ほらー、あー、わ、おい、痛い、痛い、まずい、痛い。やばい、なんでキックダメ、そんな強いんだよ。あー、やばい、当たる当たる、あ、やばい、やばい。
いやでもさすがにも絶対負けないですよこれは。いいのか、そんな攻められていいのか。おらー、いいのか、おらー、いいのか、あいいのか、決めちゃうぞー。おらー、あとちょっとだ、やばい、あーよっしゃー強すぎだろワンチャン引いたなんで勝てんねんおかしいんだよ奇跡、昇竜拳あるキャラでよかった、昇竜拳があるキャラで